市民球場です。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発はルーキーの小園、対するジャイアンツの先発は右のアンドリース。以上の両先発、さあ間もなく試合開始となります。右の小園マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは八尾板、背番号51、はい、第9、打ちました、三遊間のゴロ、伊藤ボールを掴んだ、一塁送球アウトです、一塁はアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番ウィーラー、ウィーラー背番号48。第9、投げたボール、ベイスターズここは引っ張りに警戒します。2球目ストライク。第3球はボール、外角低め。第4球を投げました、アウトロー空振り。ベイスターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。落ちるスライダー、見逃し三振。3番サード菊田、背番号60。第9、投げました、インロー見送ってストライク。第2球外角低め、ツーシームは外れてボール。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、アウトロー、ボール。さあ5球目打った、これはファースト正面、アウト。小深田一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。小園今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の石川。第9、インサイドストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球は3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。外角低めいっぱい、見逃し三振。セカンド北村、背番号52。第9、投げた、カットボール見送ってストライク。投球これから2球目、打ちました、セカンド左、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番山瀬、キャッチャー山瀬。第9、投げた、ストレート見送ってストライク。いきなり151キロ、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球ボール外へ。第4球は真ん中、空振り三振、三振に切って取りました。小園最後は空振り三振で打ち取りました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは秋広。第9、初球を打ちました、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番広岡、背番号32。第9、投げた、初球を打った、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番松原、松原背番号9。第9、投げた、初球決まってストライク。まずは決めてきました、投げた、打った、レフトへ持っていった、ヒット。松原ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第9、ランナー走った、外れた、キャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、低め外角ストライク。次が4球目、投げました、アウトコース低めいっぱいストライク。次が5球目、外れた、ボール。第6球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。先ほどのプレーです。小園ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターはウィーラー、ストライク。第2球投げました、インコース低め、ボール。第3球を投げた、ストライク、
追い込んでいます。第4球を投げた。ツーシームはボール。投げた。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第1球決まってストライク。いきなり150キロ。第2球決まってストライク。投球はこれから3球目。打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。菊田、いいバッティングを見せました。バッターは指名打者石川。第1球投げた、ボール。第2球カットボール見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました。サードゴロ、ゲッツーになるか。二塁フォースアウト、アウト。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。小園、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の表、3点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、トップバッターは北村。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第3球を投げました。1球外してボール。第4球を投げました。打った、森取った、1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番山瀬。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました。2球目ストライク。投球はこれから3球目。ツーシームはボール。第4球を投げました。内角外れてボール。投げました、インコース低めストライク。次は6球目、投げた、三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げた、ボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、ツーシームはストライク。第4球は見送ってボール。投球これから5球目、内角低めいっぱいストライク。第6球を投げた、打ちました。ショート左横のゴロ、森ボールを取る、セーフ。記録はヒットになりました。右バッターボックスは8番広岡。第1打席はセカンドフライに倒れています。投球これから2球目、見送ってストライク。第3球を投げた、1つ外したボール。次が4球目、投げました、空振り三振、バットアウト。5回の表が終わって3対0、ベイスターズ3点リードは変わりません。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは松原。第9球打った、1、2塁間への当たり、小園取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。初球見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、ファール。追い込んでから投げました、1つ外してボール。さあ4球目、打ちました、センター前に出る、ヒットになります。八百板、ナイスバッティングです。バッターは2番ウィーラー。ここまで2打席連続三振。初球から打ってった、ライト前進、ヒット。中継、ウィーラー、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第1球投げました、インコース低めストライク。いきなり151キロ。第2球投げました、カットボールはボール、低め。投球は3球目、投げた、3球目ストライク。投球これから4球目、打ちました、ショートの右、ショートから2塁送球、セカンドフォースアウト、アウト。ゲッツー、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。6回の表が終わって4対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは指名打者石川。今日は三振とサードへの併殺だ。投げた、決まった、ストライク。第3球はボール。次は4球目、投げた、4球目空振り、タイミング合いません。次は5球目、低め、空振り三振。バッターは5番北村。今日はセカンドゴロとショートゴロ。第1球投げた、決まった、ストライク。第2球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、ショート取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番山瀬。ここまで2三振といいところがありません。投げました、ストライク。さあ次の投球、カットボール決まってストライク。これで追い込みました。投げました、アウトコース、ストレートは外れてボール。投げました、
打ちました。センター前進。これはヒットになります。山瀬ナイスバッティングです。左バッターボックスは7番秋広。第9球投げました。直球ストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから。第2球インコース低め空振り。第3球は外れた。ボール。第4球を投げました。ボール。第5球投げた。外角低めいっぱい。見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。7回の表が終わって4対0ベイスターズ。4点リードは変わりません。ベイスターズ見事勝利を収めました。試合終了でございます。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手小園、敗戦投手。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。